周回数は12周です。隊列、今最終コーナーにやってまいりました。さあ加速が開始して、今スタートが切られました。クリアスタート、まずホールショット、石川、石原が今トップを奪っていきまして、2番手には真原修です。さあ縦1列、3コーナーから4コーナーに入っていくところ、さあ後ろでちょっと接触がありました。失速をしていきます。さあそして2番手真原の後ろ、かなりですね今ブレーキングでプッシングというような形になってしまいましたのは高山です。さあその後ろ、ダブルコーナーの立ち上がりではかなりですねハードなこのプレッシャーを受けていきます。さあ真原2番手、3番手高山、かなりハードにプッシュしていっています。さあトップの石原、後続の真原に対してもうすでに10秒くらいの差を築いていて、真原とその後ろの高山とのギャップはコンマ5秒くらいといったところでしょうかね。今トップ、コントロールラインを通過していきます。ただこれ石原のペースがそこまでいいわけじゃないようですので、三ツ貞 BWG の真原修もこれ追いつくんじゃないですか。コンマ3秒くらいこの周回でも下がりました。さあ4コーナーに入っていきます。トップ石原、第6コーナー、先ほどなぜこのペースが上がらなかったのか、ダブルコーナー、真原も差を詰めていきたいところです。さあ第10コーナー、第2ヘアピンを立ち上がって最終コーナーです。コントロールラインを通過していきます。さあこの周回では石原がファーストスラップをマーク、48秒456をマーク、その後ろ真原中です。さて6コーナーを立ち上がってダブルコーナーです。さあトップ1、2、3は同じようなペース、高山博士3番手ペースを上げています。最終コーナー立ち上がって、あっと真原スピンだ、痛恨のスピンアウト、ゼッケン44番真原修、最終コーナー立ち上がりで痛恨のスピンです。さあリスタートでコースに戻ることはできましたが、これで大きく後退となってしまいました。ゼッケン44の真原修、さて12周の決勝レースです。トップゼッケン1番石原、これでかなり楽な展開になりました。後ろプレッシャーをかけていました真原修が単独の最終コーナーでのスピン、これで大きく後退をしてしまいました。ここでファーストスラップをマークするおまけ付きで48秒250で2番手に対して 2.5 秒とまた大きく差を築いています。石原です。さあ2番手にこれで上がったのが長藤、いや高山ですね、高山博士が2番手に上がりまして、3番手にはゼッケン9番の長戸和也ということになります。その2番手争いが高山と長戸のバトル、ここが約1秒ぐらいのギャップということになります。
トップ、ゼッケン1番コントロールラインを通過しました。見事開幕3連勝となりました。